はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございまーす。白血病という養生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、この前、2019年、この前ね、12月16日、先週の、16日にですね、この日本テレビでですね、ヒルナンデスってやってるじゃないですか。それで放送された、その、頑張らないダイエットっていうね、コーナーで、高野豆腐パウダー食べるだけダイエットっていうのがね、あったんでね、そのやり方をね、ご紹介します。食事制限やハードな運動はいらないらしいですよ。毎日の生活に取り入れるだけでのその簡単ダイエットとしてね、大注目されています。僕もすごい注目してます。そう、まあ即痩せがっていうね、言葉がついて即痩せ高野豆腐パウダーっていう風になってるんですけども、これは横浜土田メディカルクリニックのね、まあ、辻田隆先生っていう人が考案された高野豆腐と唐辛子と鰹節と、あと何やったっけ、しいたけ、干ししいたけだを、これらを粉末状にして混ぜたものだけらしいんですよ。まあ、高野豆腐にはね、体にいいですかね、あれね。あれにも、あれは、高タンパクでしょ？で、低カロリーやし、低脂質、糖質か。低糖質と、脂肪の吸収を抑えてくれるっていうね、この4つの、特徴があってね、ダイエットの強い味方になって知られております。で、それに加えて、唐辛子か。代謝アップでしょ、あれは。で、脂肪燃焼の促進をしてくれますし、あと、鰹節やったら、あれは、脂肪燃焼の促進でしょ。食欲を抑える効果もあるらしいです。鰹節、おだしで美味しいから、食欲そそるような気するんですけども、まあ、そういう風に書いてたんで、あと、干し椎茸はね、カルシウムの吸収をね、アップさせてくれます。ほんで、そのね、高野豆腐に、その、さっきの言った、三食材か、の、何やったっけな。高野豆腐でしょ？これに、唐辛子、鰹節、もう一個、干し椎茸ね。干し椎茸をプラスすることで、まあ、それぞれのこの食材のね、相乗効果でですね、もう自然と痩せやすい体質になるらしいです。まあね、一度作ってたら、毎日の食事に取り入れやすくなりますし、ほんまに粉末なんでね、手軽に続けられるダイエットとしてね、ほんま注目されてます。ペッて言うだけらしいんですよ。しかしね、ここでね、ちょっと僕的にね、残念なことがありまして、唐辛子の刺激がね、口内炎にね、この強すぎて食べれないので、僕の場合は、生姜を使います。生姜。高野豆腐、干し椎茸のスライスね。鰹節は家にあるんで買ってないんですけど、生姜なんで、ジンジャーパウダーでございます。ジンジャーパウダーね、これらを使って、作り方をね、ご紹介します。というか今から作っていきます。それではキッチンに移動します。はい、じゃあ作っていきます。作り方、鰹節は耐熱容器に入れてラップをかけずに電子レンジで1分間加熱する。ミキサーに鰹節、唐辛子、干し椎茸を入れます。鰹節はもう粉末になっているんで、このまま使います。ほんで粉末状になったら高野豆腐と混ぜ合わせて完成です。めっちゃ簡単やな、めっちゃ早いな。とりあえず高野豆腐を入れます。 170g、 固形のものをフードプロセッサーで砕いても OK なので、これが 155g なんで全部フードプロセッサーにかけます。
回りへんがな、回らんがな。え、あ、ちっちゃくしていいの。おお、めっちゃ粉、めっちゃ粉。初めてかも、高野豆腐フードプロセッサーにしたの。散らかってるけど、まあ後で洗えばいいか。え、めっちゃこう散らかってるやん。勘弁してや。おい、なんかめっちゃ丸なってるし。よし、完成。高野豆腐はとりあえずこれで OK。 っていうか全部入れたらいいんじゃん。次は、干し椎茸 10g、 これが 15g だけど、まあ、これ全部入れます。どうせ混ざるし、えい、あ、いけ。おお、粉末粉末。唐辛子が3本やけど、唐辛子は使わないで、生姜、3本、唐辛子3本はさっき調べたんで 1.8g、 1.8g。 まあまあ入れなあかん、まあ、2g でいいか。3より4に入れるか。まあまあ入れなあ、2。よし、結構な生姜やぞ。結構こんだけ生姜の粉末使ったらまあまあっすよね。えい、混ざれ。よし、混ざった。ほんで、かつお節、かつお節 20g、 20g ってどれぐらいやろ。まあまあまあやぞ、 20g って。え、めっちゃ怖いねんけど。 20g、 まあまあですよ。入れます。混ざれ。いやー、これでね、完成です。完成。ということで、これをお皿に移します。まあまあ多いで、まあ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 多い、まあまあ多いんですけど、大きめのお皿に入れていこうと思います。さあ、どう移す。スプーンで移す。うわ、お皿がちっちゃかった。はい、完成です。仕上がりはこん、仕上がりはこんな感じでございます。粉です、本当に。うんうん、あの高野豆腐の匂いと鰹節の匂いと、あ、生姜の匂いが、あの、いい感じに混ざってます。で、これをね、今日はこのまま終わりじゃないんですよ。まあ、今見てもらった感じなんですけども、これをね、スープ、これをそのままスープにできるらしいんですよ。で、それを今日はやってみます。カップに即痩せ高野豆腐パウダー、これね、スプーン1杯程度と水を適量入れて、電子レンジ600ワットで 2、3 分間移し、醤油や塩で味付けをする。まあ、醤油や塩で味付けをせずにこのままいってみますね。あんまね、あの、塩分取ったらダメなんでね。コップコップ。あの、マグカップしかなかったんで、これでいきます。これをスプーン1杯、まあ、スプーン1杯入れまして、水ね、水。お水を適量入れまーす。まあ、普通に入れまして、これを、600ワットで 2、3 分、2分温めます。1、8、7、6、5、4、3、2、1。さあ、おお、熱い、そりゃそうよ、温めてから。
これは飲まなへんちゅうのかな。ということで、水で薄めましょう。薄めた、うん、薄めましょう。熱いから、ちょっと水で薄めますね。コップ、移そう。よし。ちょ、分かりやすいよね。ガラスのコップで。先に、ちょっと入れます。色もね、分かりやすいでしょうからね、言葉がね。ちょ、混ぜてみよう。あ、これだ。よし、とりあえずこんな。めっちゃこぼれてるし、まあいいや。このままやったら熱いんで、水で薄めます。お、いい感じ、いい感じ。ちょっと見た目は、こんな感じで、ほんまにスープ、スープですね。いただきます。うまい。めっちゃうまい。あ、薄めるんやったらこれ2杯でよかったな。もう一杯入れてみよう。おい即席ダイエット。あー、生姜がふわーってくる。生姜もうちょっと足してもよかったかな。あ、でもいい感じ。うん、あ、めっちゃ粉、溶けへんな。おだしもちゃんとこれ効いてて、ほぼほぼ高野豆腐の味というか、だしと後から来るジンジャーが美味しいです。すごい、めっちゃ美味しい。ちょっと飲んでもお疲れ様でした。という感じでね、なんだかな、高野豆腐パウダー、即痩せ高野豆腐パウダーの作り方でした。これがね、続けてた、シルナンデスでやってた、続けてた芸人さん、お笑い芸人さん、女性の方なんですけどね、結構ぽっちゃりしてる方だったんですけども、1週間、2週間ぐらいで、1ヶ月だったかな、いや、もっと短かったと思うんですけども、2、3キロ痩せてましたね。食材にこれを加えるだけ、だから味噌汁をの出汁をこれにするとか、いろんなご飯に、ご飯、まあ、材料、おかずかおかずにこれをかけて食べるとかっていうふうにすると痩せてはりましたね。気持ち、もうちょっと生姜が効いててもいいかなと今回は思いましたね。だから生姜パウダーをちょっとお好みで入れて、唐辛子とかね、僕みたいに苦手な方は、生姜でいいと思いますので、ぜひやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がより、たくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。